はい、こんにちは。札幌占い美容室早任せの後藤です。今日もカラーをやっていきます。今ベースがちょっと見せますね。ちょっと回しますね。はい、ブリーチは2回から3回ぐらいしてて、毛先の方が今緑っぽく今なってしまってて、だいたい毛先の今ここが僕握ってるところはもう多分ほぼ毛が死んじゃってる状態で、だけどあんまり抜けがね、やっぱりこのグリーンがちょっと残ってしまってるので、この緑にはちょっとビビッドな色を入れていかないとちょっと残ってしまうかなと思うので、ユニコーンカラーのカラーよりはちょっとビビッドな感じで入れてて、まあ、ちょうどいいぐらいかなっていう想定です。で、なるべくまあその先を考えた時にやっぱりこう全部ブリーチしてしまうとやっぱり後々大変になってきてしまいますから、今日はサイドのところちょっと足りない部分をブリーチして、あと表面の一部分を簡単にブリーチをパパッとして、それからワンプロセスで、カラーをしていきます。で、今回ピールメッシュを、ちょっと絡めていって、ピールメッシュと、ユニコーンカラーの融合っていう形で、基本ちょっと今回はブリーチするんで2プロセスにはなるんですけれども、まあ、ブリーチはささっとこうちょっとやっていきたいと思っております。緑がこうドーンと出てるんで、多分この辺がすごいこの緑が強く入ってるところってのは多分ダメージが非常に強いところかなと思われます。この辺ですね。はい、多分濡らすと結構やばいのかな。濡らすとやばいでしょ。多分わかんないです。わかんないね。はい、了解しました。まあこの中もう入れちゃってるんで、これを使いつつ表面のところ少し、この辺をぼかしていって、それでカラーを入れたいなと思います。はい、まずブリーチパパッとやっていきたいと思うんですけれども、今ベースにブリーチが入っております。このような感じに。ただ色がもうちょっと欲しいので、その部分をちょっとやっていくっていう感じで、今日使うのは、このベストコーム、ブリーチ用のベストコームと、はい、このように、根元の方をぼかしました。はい、そしたら今度は、リパレットを使います。これ100均のまな板なんで買ってください。はい、でこのように、中間、はい、ここからはハケで塗っていきます。ここはもう縦のラインっていうよりも浸透をしっかりさせていかないとダメなので、こんな感じで塗っていきます。ついてしまったりすることもあるので、まあ、これは自然乾燥をちょっとしますね。今時間ちょっと放置したんですが、ちょっとコーミングしてですね、ちょっとなじましていきます。はい、今ウェットの状態で、こんな感じに今結構綺麗に入ってると思うんですけど、はい、でこの辺がやっぱりね、アッシュが結構ガッチリ効いてるんで、かっこいい感じになるかなと思います。で、乾かすときテナウォーターつけて、はい、まあ、トリートメントですね。アウトバストリートメントですね。テナウォーターつけてから、コーミングちょっとしてください。でコーミングで全体にテナウォーター行き渡らせてから、ちょっとね、いろんなことやったので、ちょっとトリートメント最後アウトパスしておかないとなので、毛先ちょっと多めにつけていただいていいかなと思います。あと、結構コテ巻いたりするときに、これキトサンっていう成分入ってるので、ちょっと熱で定着してくれるので、結構コテ巻く人とかすごいいいです。ブローする人とか。で、ヘナジェル毛先につけて、毛先中心に全体につけていきます。でこれ2つが4反応してくれますので、トリートメントとして結構がっちり定着してくれます。はい、こんな感じに、はい、こんな感じです。これでちょっと終わりですね。